今ここはですね、埼玉県の上尾市のすき家ですね。ちょうど昼飯を食ったところです。昼飯って言ってももう2時過ぎてんだけどね。どうしてここにいるかというと、ちょっと仕事のね、打ち合わせでこっちに来る予定ができまして、バイクで来ましたということで、その理由をね、これから話そうと思います。はい、はるばる上尾市まで来ましたよということで、さっきも言ったように仕事の打ち合わせでここに来たわけなんですけど、なんでバイクで来てるかというとですね、うちって船橋のもうそもそも外れの方にあってですね、この上尾市からはかなり遠いわけですよ。で、仕事の単価がね、極端に高い仕事の時は、これは足を運んで打ち合わせぐらいのことはね、慣らしでそのギャラとして入ってるということで受けるんですけど、打ち合わせしてくれって言われたら打ち合わせも行くんだけど、まあ通常の金額でやってる仕事に関しては、僕は打ち合わせとかね、行かないんですよ、基本的には。当たり前だよなと思うんですけど、うちってまあ船橋の外れからね、上尾まで来ると、もうそれだけで1日仕事なんですよ。で、車で来たら、往復で下手したら6時間ぐらい拘束されちゃうわけなんで、そうするとその日1日丸々潰れるじゃないですか。まあ今日バイクなんですけど、バイクで来ても似たようなもんですよ。まあ渋滞が少なくともパスできるっていうことを差し引いてもどうだろう。4時間ぐらい正味時間取られるんじゃないですかね。そう考えると、打ち合わせっていうのの日当をいただきたいぐらいなんですね、本来であれば。それで、いくらぐらいで自分が仕事を発注してるかっていうことに、こう、気が回る人であれば、打ち合わせでね、そんな一日がかりで、しかも、割と遠距離だから、交通費だって馬鹿にならないじゃないですか。これ、電車で来てたら、往復でどれぐらいかかるんだろうね。2000円以上いくよね。だから、そういう、こと考えると、まあ、普通は打ち合わせをね、しに来てくださいとかって言わないと思うんだけど、だからそういう観念がもうまるっと飛んじゃってるんでしょうね。だからまあ、今日はね、その間に入ってくれてる人の顔を立てるというかですね、まあ、それがあるんで来ましたけど、まあ、本来であればね、来たくないんですよ。そりゃそうでしょ。一日ね、まるまるただ仕事、ただ働きになるわけだから、来たくないんですよ。まあそういうことで、まあ今回はね、この打ち合わせ、まあどうせ行くのであれば、行くのを避けられないのであれば、まあバイクで行って動画の一つも撮ってやろうかということですよ。まあそれで留飲を下げておこうかなっていう感じです。まあそれで留飲が下がるわけじゃないんだけど、まあだからこれもね、まあ仕事の打ち合わせ、その打ち合わせ自体はおそらくね、ものの30分ぐらいで終わると思うんですよ。だからその仕事の打ち合わせだと思うから、ちょっとね、いろいろ思うところができるんだけど、まあ、バイクでツーリングに来たと思えば、そしたらまあ、そんなにね、腹も立たないかなと思ってバイクにしましたと。まああと、圧倒的にバイクで来た方がガソリン代も安いですからね。だからそういう諸々のことを考えてバイクで来ておりますということです。これね、最近はそれこそカメラでね、ライブ映像で打ち合わせができるじゃないですか。会議だってね、リモートの会議とかできるぐらいなんで、だからそういう諸々のことを組み合わせればね、僕が現地に行く必要って本来ないと思うんだけどね。そこら辺がちょっとまだね、いろいろと頭が回らない人たちという感じなんでしょうね。まあ、それはね、年代的なことを考えても仕方がないのかなっていう感じなんだけど、もうちょっと柔軟に対応してもらえれば。いや、というか、別にライブ映像じゃなくてもいいんだよな。何枚かこう写真撮って、で、それを送ってもらって、で、こっちがアドバイスするってことはできるんで、
僕のこの、ね、丸々一日拘束されてまで出向く必要って基本的にはないはずなんだけどね。いろいろ言いたいこともごたごたとね言いましたけど、そろそろ現地なので一旦ここら辺でカメラを止めさせていただきます。はい、打ち合わせが完了しましたよということで、なんだかんだ1時間近くやってましたね。ああでもないこうでもないと言いながら、まあ言った意味にあんまないよねっていう、やっぱそういうレベルでした。で、何がねその必要ないかっていうとですね、結局その場所の確認が8割で、ここにこのものは置けるなとか、そういった確認が8割なんですよ。でそれって数字上の問題なんで、床面積とねレイアウトが分かれば、あとは置く商品の、サイズ感で、まあ、見当がつく問題なんですよ。でそのレイアウト的にこれで大丈夫かとかなんとかっていう話なんですけど、それって別に僕関係ないんですよ、ね、結局のところその相手クライアントが求めているものがちゃんとねできるかどうかっていう判断ですけど、それって多分デザイナーの領分になってくると思うんですよ。でこっちはこういう風に撮ってくれって言われたものをただ撮れるっていう、その判断しかできないので、だからそこまでね、こうした方がいい、ああした方がいいっていうことまでになっちゃうと、もうディレクターの領分になってきちゃうから、まあ、単なる一カメラマンとしてのギャランティーでは済まなくなってくるよって話ですよ。だからそれをね、お願いしますということであれば、その分のギャラもいただくことになっちゃうので、まあ、そこら辺の、なんか仕事の規模感というかですね、そういうものが、わからない人が随分増えてきたなっていう気がします。なんて言えばいいんですかね、まあ、野球で言うと僕っていうのはあくまでも選手なんですよ、まあキャッチャーぐらいのポジションですわ。キャッチャーぐらいのポジションで、でデザイナーが、まあ、あ逆か、デザイナーがキャッチャーか、で僕がピッチャーですかね。だからデザイナーが要求した、そのキャッチャーが要求した球を僕が放るという形なんですよね。で、それ以上の戦略であるとか、そういったものに関しては、まあこれはね、監督であるとか、オーナーであるとかっていう人たちの領分になってくるじゃないですか。ね。まあそれはね、野村さんみたいにプレイングマネージャーっていうのも、まあ、存在はするんだけど、まあ、それは特殊な例として、でもそれならそれでその分のギャランティーというのは当然もらってるわけでしょ。監督兼選手のギャラをもらってでやってるわけで、僕の場合は基本的にはもう要求されたボールをその通りに放るのが仕事と、時には首を振ったりもするけどねということですよね。だからそこら辺まで全部こっちに丸投げされちゃうと困るわけですよ。っていうことをね、分からなくなってきてる人が、昔はみんなそこら辺がね、そのこの規模の仕事だと、まあ、この人の領分はここまでだなっていう、でこれ以上お願いしちゃうと、まあ、別料金だよねっていうような、まあ、そういう遠慮だとか判断だとかというのはできたんだけど、最近そういうのがねできない人が増えてる気がしますね。厳密に言うと撮影した後画像を編集してああだこうだするっていうのも、あれ本来であればレタッチャーっていう専門家がいて、そういう人たちの領分なんですよ。だからそれがまあなんとなく僕がやってあげてるっていうだけで、本来であればこれも別の領域なんでね、別料金取るという話に
なるわけなんですけど、まあ、そこら辺は今までちょっとおまけしてあげてるというか、まあ、こっちから、ね、途中の判断でお話をすることもあるのでね、そう現場でねさすがにああだこうだ言いすぎて仕事が進まねえなという時に、もうそれは画像編集で済ませるので、まあこれは僕がやりますからという感じで仕事を早く切り上げるっていうことがありますから、まあ、そういうことを考えると、まあ一概にね、相手の責任とだけも言えないんだけど、ただそれが常態化しちゃってるって話ですよね。サービスでそれをやったのがもうデフォルトになっちゃうっていう、そういう悪習慣が身についてるかなっていう気がします。もう時間帯的にはですね、4時どうだろう半まではいかないか、4時過ぎちゃってるんですよ。本当予定ではね3時半ぐらいにはパッと現場を出て、帰り支度ができるはずだったんですけど、バタバタ揉めてね、そろそろ帰ろうかっていう時になってまたああだこうだ話が始まって、いや本当そういうのは無駄で大嫌いなんですよ。まあ、会社員やってる人だとね、無駄会議っていうのをいつも味わってると思うんですが、まあ、そういう感じですよ。無駄会議、無駄な話し合いみたいな感じでね。だからあれですよ、人のね時間はね無料だと思うなって話ですよね。何を聞きたいかとか、どういうことで詰まりそうだなとかね、そういうことをあらかじめ詰めといてほしかったですよね。思いつきで現場でああだこうだっていう話をするんじゃなくって、どうすればいいのかっていうことをあらかじめ現場でその、まあ、聞くことをね、こういうことを聞けばいいんだこの人にっていう、そのことをねあらかじめ詰めといてほしかったですよ。現場で思いつきで喋ってるからいつまでたっても終わらないんですよね。着地点が見えてないから。その元ブログをね撮る時のお話したと思うんですけど、その話のね着地点というか、どういう風になったら終了ねっていうところを、まあ、分かってない状態で話し始めてるから終わらないんですよね。そういうわけでね、あまりにも効率の悪い打ち合わせとか無駄会議というものに対してちょっと口をねこぼさせていただきました。いやこれぐらい言ってもいいでしょうね。だってお金もらってないんだもん。というかちゃんとねこういうものに対しての日当というかギャランティーというのは払われて叱るべきだと思いますよ。はい、ではまた。